台湾全域で15日、日本寄贈のワクチンの接種が始まりました。台湾では先月から中共ウイルスの感染が急増した一方、ワクチンの調達が難航していたため、日本政府は124万回分のアストラゼネカ製ワクチンを無償提供しました。蔡英文総統は15日、自身のツイッターで 日本が提供してくれたアストラゼネカ社のワクチンの接種が開始されました。ありがとう日本と日本語で投稿しました。日本のユーザーからも台湾パイナップル美味しかったです。一緒に頑張りましょうといったメッセージが多数書き込まれました。 来特性、副総統も同日、互いに助け合ってこそウイルスに打ち勝って苦しみを乗り越えることができます。日本の皆様、ありがとうございました。と日本語でツイートしました。茂木外相が15日、台湾へワクチンの追加提供を検討する方針を示しました。これに対して、 台湾中央感染症指揮センターの陳治中氏は同日の記者会見で日本政府のの善意の表明に、には非常に感謝すると述べました。国連の人権専門家は14日十数年余り指摘されてきた中国の強制臓器収奪臓器狩りに関する文書を発表しました。 専門家はファー・ルンゴン学習者、ウイグル人、チベット人、イスラム教徒、キリスト教徒、中国の少数民族を対象とした臓器集奪に関する信頼性の高い報告を得ているとして、中国政府に問題調査の受け入れを求めています。専門家たちは信頼できる情報をもとに、少数民族や 宗教などを理由にとらわれた人々が本人の同意や説明もなく強制的に血液検査や超音波検査 X 線検査などの臓器検査を受けていると述べましたまた収容者の臓器検査の結果はドナーとしてデータベースに登録されているとしましたとらわれた人から取り出される臓器は 心臓・腎臓・肝臓・角膜だそして件数は多くないものの肝臓の部分移植が行われているとの報告があるとも書いています中国における強制的な臓器摘出は特定の民族・言語・宗教的少数派の人々を対象としているようです多くの場合、逮捕の理由は説明がなく 逮捕状も渡されない。交流先も各地に広がっていると人権専門家は懸念を示しました。国連高等人権弁務官事務所のホームページで発表されたこの文章は、臓器狩りを医療目的の人身売買と例えています。人権専門家たちは、どう問題には 外科や麻酔医など医療専門家が関わっていると指摘しました。専門家たちは臓器の入手先や手術までの待機期間など中国政府からのデータの透明性や情報の不足を問題視しています。これにより人身売買の被害者を保護したり人身売買の業者を操作 訴追したりする上で障害となっているということです人権専門家は中国に対し臓器狩り疑惑に早急に対応し国際的な人権メカニズムによる独立した監視を受け入れるよう求めています文書に名を連ねた国連人権専門家や組織は人身売買の特別調査官 マイノリティ問題に関する特別報告者、拷問など刑罰に関する特別調査官、国連の恣意的抑留に関する作業部会などです。専門家たちは特別報告官と呼ばれ、国連人権理事会の中の独立した立場にあり、特定のテーマに沿って調査や監視を行います。 文書によると専門家たちは臓器狩り問題について中国政府との対話のための接触を図ってきました今後も当局との建設的な関係の継続を試みるということです一部の国際専門家はネイチャーやランセットなど欧米主要科学医学雑誌が 中共ウイルスが研究室から漏洩する可能性について分析した数十の論文を掲載拒否した可能性があるとして調査を呼びかけましたボイスオブアメリカ VOA はオーストラリアフリンダース大学の医学教授であるニコライ・ペドロフスキー氏の発言を引用して中国から来る 収入がどんどん増える中これらの雑誌の経営陣は中国の起源を取ろうとしているのかもしれないと指摘しました同教授はまた中国側も自分の支持する雑誌は共産党の政策に従わなければならないと明言しているウイルスの起源を疑う多くの論文は審査に送られる前すでにネイチャーや ランセットなどの編集者にによって迅速に却下されているこのようなやり方はおそらく科学に基づく理由ではなくこれらの雑誌の権力者層が政治的または他の理由による決定に基づいていると指摘しました。ネイチャーやランセットの編集者らは疑惑を否定しました。 掲載する作品の選択は政治的要因からではなく科学的価値に基づいて行われているとしました。今年1月中国武漢を訪問した世界保健機関 WHO の起源調査チームはウイルスの実験室流出説は可能性が極めて低くウイルスが中間動物宿主を介して人に感染した可能性が 非常に高いと判断しましまたしかし多くの科学者と欧米国家の政府が WHO の結論を批判し始めています。彼らは中国当局が WHO チームによる調査を妨害したため調査を無価値なものにしたと主張しています。 ペトロフスキー教授も会議的な立場を取る数十人の科学者のうちの一人です。科学者たちは WHO の見解の欠陥を指摘した後、欧米の主要科学雑誌から敵視されるようになったということです。アメリカ・ラトガース大学の科学・科学生物学教授のリチャード・エブライト氏は、 査読されていない一部の論文が WHO の見解を支持していればすぐに掲載されていると指摘しましたこれらの論文は世論を誘導し世界中の読者や視聴者にも影響を与えていると科学者たちは主張しますエブライト氏は2020年1月から2021年初頭まで 一部の科学者と多くの科学記者らは科学的証拠が自然発生の理論を支持しているという嘘の主張を確立し強化していきましたそれと同時にその嘘の主張が科学界のコンセンサスであるという別の嘘の主張を強化したと指摘しましたしかし ネイチャー誌の編集長であるマグダレーナ・スキッパー氏は VOA に対し「ネイチャーは特定の主張や伝統的な主張に準拠していないという理由だけで論文を却下したことは一度もない」と否定しました。また編集上の決定は雑誌の出版社の商業的利益とは別物だと主張しました。 ランセットの編集者も同じく出版社の利益は編集上の決定に影響を与えることはないと主張しました。しかし VOA は4年前のイギリスフィナンシャルタイムズ誌の報道を引用して、ランセットは自社の数百もの学術論文が中国政府のデリケートな話題に関わるため中国ではアクセスできないと認めていると報じました。 またネイチャーやランセットの出版社シュプリンガーネイチャーは中国の教育機関や政府の研究機関と数十の提携関係及び資金援助協議を締結していることも指摘しました。先月アメリカのバイデン大統領はアメリカの情報機関に対して中共ウイルスの起源をめぐる調査を強化し90日以内に 自身に報告するよう指示しました。報道によると、イギリスおよび他の西ヨーロッパの諜報機関も。アメリカ主導の新たな調査への指示を表明したということです。イギリス紙ランセットやイギリス紙ネイチャーのほかにも。アメリカ科学誌サイエンスなどの他の主要雑誌も批判の的となっています。 ペトロフスキー氏は今回のパンデミックによって科学機構が政治的な影響を受けやすいという実態を浮き彫りにしたと指摘しました。同氏はまた中国は欧米の定期観光物に絶えず悪影響を及ぼすと同時に直接管理できる大量な定期観光物を独自に発行していると述べました。 同氏はオーストラリア議会による調査は良い第一歩となるかもしれないとの考えを示した上で最終的には国際的な努力によって解決されるべき問題であると強調しました台湾国防部は15日防空識別圏 a ディズに侵入した中国軍機28機に対して ただちに離れるように少なくとも15回の警告を発しました。台湾軍は何かあったらあなた自身の責任だと中国軍機に対して異例な警告を出す場面もありました。台湾の航空機監視サイト、台湾西南空域の Facebook ページによると、 人民解放軍空軍の航空機が同日午前5時半から午前10時頃まで数分おきにエイディズに侵入しました台湾軍は人民解放軍空軍に対して注意警告を行いましたこちらは我々の領域だすぐに向きを変え立ち去れとの通常の文言に 一度は何かあったらあなた自身の問題だという異例の警告を加えました。この警告に呼応する形で中国軍機からは「私は中国共産党空軍航空隊の一人だ。通常任務を実施している」との回答が届いたといいます。中国軍機が台湾のエイティズに侵入したのは6月で4回目です。 今回は28機の爆撃機や対戦戦機、電子戦機などからなります。国防部が中国軍機の動向を公表し始めた2020年9月以降、1日あたりの数としては過去最多規模です。国防部によると中国軍機の一部はバシー海峡の上空を太平洋側に飛来し、 中国に戻りました。専門家は、主要7カ国首脳会議 G7 で、台湾海峡の平和と安定の重要性が強調されたことなどにより、中国が台湾に対する圧力を強化したものと考えています。また、14日に米軍空母ロナルド・レーガン打撃群が南シナ海に入ったことに対する との見方もあります台湾海峡の平和と安定については16日に発表されたアメリカ EU 共同声明でも明記されています。これについて蔡英文総統はアメリカと EU に謝意を表明し台湾海峡とインド太平洋の安全と繁栄を促進するため 信頼できるパートナーであり続けるとツイッターに書きました皆さん大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけてどなたでも無料でご利用いただけます登録は簡単 こののの動画の概要欄のリンクを押していただきご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して「登録する」のボタンを押してくださいそうしましたらご自身のメールアプリを開いていただきエポック・タイムズ・ジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択くださいメール下方に記載されている URL を押しログインボタンを押してください 再度、メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では、真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。